はい、それではね、今回は前回の続き、前回の続きのお話で、前回はチラコイドのお話、ね、光合成の第一段階、チラコイドのお話で、で、次は第二段階のストロマでの反応のお話ですね。はい。で、早速行きましょう。丸一番。丸一番は、気孔から取り込んだ CO2 一分子と炭素数5です。炭素数5のリブロース二輪酸。一分子が反応し、炭素数が3のグリセリン酸リン酸ですね。グリセリン酸リン酸。グリセリン酸。グリセリン酸リン酸。ねえ。なんかもう舌噛みそうですけどね。リン酸何回出てくんねんっていうね。グリセリン酸リン酸。ね。グリセリン酸ってやつとリン酸ですよ。ね。グリセリン酸リン酸じゃないですよ。グリセリン酸っていうのとリン酸です。ね。グリセリン酸、リン酸。っていうのね、これ、まあ名前ね、他にも言い方があって。ホスホ、グリセリン酸。ホスホグリセリン酸って言います。ね。ホスホっていうのはね、ホスホっていうのは、こいつのことですよ。リン酸のことですよ。リン酸のことホスホって言う。ホスホ。ね、前ね、ATP のところね、なんか主な酵素のところでね、僕は ATP をね、今3つの段階、4つのね、なんか段階に分けて話しましてね、一番最初はね、アデノシンで、その次がね、AMP でって言われた時にね、AMP の時だけね、英語で言いましてね、アデノシンモノフォスフェイトってね、フォスフェイトと言いましてね、あれ。ね、ホスフォーってね、ホスフェイトってやつね、最初ホスフォーってやつですけどね、そのホスフォーっていうね、この接頭辞みたいなのがね、つくと、リン酸って言うんです。ね。はい。で、ホスグリセリン酸って言って、ね、こいつね、英語の表記書いてないんですけど、ね、そこのね、後ろのところに、ね、下のところにでもね、このホスグリセリン酸、リン酸って書く、ホスグリセリン酸って書くところのね、下のところにでも、PGA って書いておいてください。ね、PGA って書いてて。ね、でこの PGA、ね、ホスフォグリセリン酸ってやつが二分子できるんです。二分子、ね。はい。っていう感じです、ね。PGA、僕も書いておきましょう。僕も書いておこう、ここに、ね。PGA ですね。はい、ね。で、その下の矢印とかですね。で、このね、反応。この反応ね、まあ、下のね、皆さんの図で言うとこんな風になってるところですけど、6倍の C5、ね、C5 っていうのはね、RUBP ですね。で、そこに6つの CO2 ぶち込んだら、12個のね、12個の PGA ができますよとね。これ、さっきね、1個のリブロース二輪酸に CO2 1個ぶち込んだら、PGA がね、2つできますよって言ってるの、ちゃんと合ってますね。1対2になってますから、ちゃんとね、比が合ってますね。ということで、本当のね、本来は反応としてはこんな風に起きてるんですよ。ね。で、ここのね、反応を触媒してるのが、ここのね、この反応の、ね、この反応というかね、このね、リブロース二輪酸と CO2 が合わさって PG になるっていう、この反応を触媒してるのが RUBP ってやつですね。RUBP。カルボキシ。ラーゼーっていうやつですね。はい。RUBP カルボキシラーゼーっていう酵素が触媒してるんですよ。こいつ、よく、ルビスコって言われます。ルビスコ。ね。ルビスコ。ね。まあ、本当はね、アルファベットで書くんですけど、皆さんもカタカナでいいですよ。カタカナ、ルビスコね。こいつ、ルビスコってよく出てくるんだなーって頭だけ入れてくれると、ね。入試問題読んだ時ね、RUBP カルボキシラーゼルビスコってね、まあ問題文の途中にどっかに書いてあったりするんですよ。でもまあそんなもんね、さーっと読んでてね、問題文さーっと出て読み飛ばしたとする。で、いきなりね、下のところにね、ルビスコ出てきた。なんじゃこりゃ、ルビスコだって何やってなった時にね、ちょっと焦らないようにするためにね、ルビスコってやつもね、頭の中に入れておくといいかなと思います。ね。まあしっかり文章読まないといけないんですけどね、やっぱ入試問題ね、実際にその試験会場で解いてる時はね、まあ、なかなか緊張しててね、読み飛ばしたりすることもあると思いますからね。それぐらいはね、頭の中に入れておくと、それだけでね、救われるかもしれないですからね。頭の中に入れてて、損はないと思います。はい。で、丸2番。PGA は、NADPH から、NADPH2 の水素と ATP のエネルギーに、再び RUBP に戻りますよっていうね、こういう回路構造になってるわけですね。元のものにね、戻ってくるってね。前もなんかありましたね、こんな回路構造ね。なんてやつでしたね。どこで出てきたね、やつでしたっけね。後期呼吸ね。後期呼吸の
クエン酸回路。ちなみにクエン酸回路ってどこでやってるんでしたっけ？ね、ミトコンドリアのマトリックスですね。ミトコンドリアのマトリックス。ね。ちょっとね、復習しておきましょう。ね、ミトコンドリアのマトリックス。ね。ちょっと今思いついたんですけどね。ミトコンドリアのマトリックス。どこですかって言ったらね、この中身ですね。この中身。ね、なんもないところ。なんもないところで起きてますよ。と。ね。今回やってんのこれ、ストロマの反応ですね。ストロマ。ね。有力体って、ピュッピュッピュー、ピュッピュッピュー、はい、ピュッ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 ピッピコピッピコピッピッピーってこんな感じ。まあこんな感じにしときましょうよ。ね。ストロマってどこでしたっけって言ったら、ね。ここですね。名もないとこですね。ね、今も僕が何を言おうとしてるか分かりますか？ね。これ何もないところ。ね。で、この回路の反応を起きているわけですね。ミトコンドリアでも、葉緑体でも、何もないところ。ね。いわゆる基質って言われる分ですけど、基質ね。基質って言われる分ですけど、ここで回路の反応を起こっているんですね。今回はカルビン・ベンソン回路。ね。カルビン・ベンソン回路、こっちはクエン酸回路。ね。この何にもない基質って言われる部分、ね。まあ、名前はね、それ葉緑体だったら、ね、ストロマ。ミトコンドリアだったら、マトリックス。って名前決まってますけど、ね。その、まあ、総称したら基質なんですけどね。何もないところ基質って言うんでね。細胞質基質って言いましたね。あれね、まあ、液状にね、ふにゃふにゃふにゃってなってるようなところですよね。そういうところ基質って言うんですけど、ね。同じような環境になってます、ここも。ここもね。で、あ、二重膜で書いてるとよかったですね。ちゃんとね、葉緑体も二重膜で書いておきましょう。ね。なぜミトコンドリアだけちゃんと二重膜で書いたのかって思われたら困りますからね。葉緑体も二重膜で書いておきます。ね。要はこの基質の部分で回路反応が起きると。ね。いうね、それ、大きくね、大きな枠で捉えると、そういう捉え方をしておくと、まあ、どこで起きるんかなーっていうのに、ね、その選択肢とかね、あったとして、ね。後期呼吸のね、カルペン酸回路はどこで起きますか？ね、選択肢でね、なんかバーって並んでて、ね、なんかこのそれぞれね、察してる部分、なんか例えばね、ここの部分を A、ここの部分を B、で、ここの部分を C みたいな感じになってて、A、B、C どれですか？ね、ね、とかなってて。で、さらにね、それとなんかセットで、なんか葉緑体の時もね、ここで、ここで、D、E、F みたいな感じになってて、で、どこでやってるんですかみたいな、その回路のね、反応、クエン酸からどこでやってるんですかみたいなこと出てきたときに、あ、共に気質だったなみたいな感じで捉えれば、ね、ささっと消せるでしょ、ね、ささっと消せるでしょ、ささっと選べるでしょ、そういうこともできるかなと思うので、まあ、気質っていうふうにね、この回路反応が起きるのは気質だよっていうふうに、ちょっと大きく捉えて覚えておくといいかもしれないですね。はい。で、次行きましょうか。丸三番。丸三番は、このような回路。ね。このような回路の反応。こっちか。こうか。こう回りですね。このような回路の反応。ね。葉緑体のストロマ。で、やってるこのような回路の反応の名前を、カルビン・ベンソン回路って言います。カルビン、ベンソン、ベンロンって書きそうになってますね。ベンソンですね。ベンソン、回路。ね。これなんかなかなか名前覚えしやすくないですか？カルビン・ベンソン回路。ね。語呂がいいっていうかね。なんか、覚えやすいですね。カルビン・ベンソン回路。ね。まあ僕ね、これ以降の授業ね、よくね、このカルビン・ベンソン回路ね、カルビン回路って書きますけどね、カルベンもね、なかなか語呂が良すぎてね、カルベンってね、なんか覚えちゃうと、まずいような気もしますけど、ね、カルビン・ベンソン回路長いので、カルベン回路ってね、これ以降の授業ね、書かせてもらうことがあると思います。はい。まあ、ちょっとね、それだけね、了承してください。はい。で、カルビン・ベンソン回路ってこの回路の名前を言って、で、その後何て書いてますか？葉緑体のストロマの部分で行われますよ。さっき言いましたね。はい。で、ここのね、反応を触媒しているのはルビスコだよっていうのをしっかりね、押さえておきましょう。はい。で、その下の2つの、お目印いきましょう。次。以上。ここまで追いついてない人ね、ささっと今の間に移しておいてください。よいしょ。いきましょうか。下のお目印。お目印は反応式ですね。1個目。1個目。このクエン酸回路、クエン酸回路じゃない。この光合成のね、全体のね、起こる反応のね、化学反応式を書いておきましょう。ここで。まとめて。はい。C、あ、6倍、C じゃない。6倍の H2O に、6倍の H2O じゃない。H2O じゃない。H2O は6個じゃない。6倍の CO2 に、
12倍の H2O を足しまして、で、よいしょ、ちょっと僕にいいように書かせてください。よいしょ。で、できるものが C6H12O6 と、何ができますかね。6倍の H2O と、6倍の酸素ですね。はい。はい。ができてくるんですね。感じです、ね、まあこの酸素ね、どっから来たんかなね、どこをね、何を分解してできたんでしたっけね、こいつ分解してできるのかな、こいつ何分解してこの酸素できるのかなって言ったらね、チラコイドの反応の時に言いましたね、何分解してできるのかなって言ったら水分解してできるんでしたね、水分解してこの酸素はできますよというわけです。はい。で、まあ、これね、まあ、いつも毎度同じくね、生物のね、やつはな、こんな風にね、両辺に同じものを後も残しておくと。これはね、反応の過程でできるものと、ね、反応のすると、反応を起こすためにね、先にぶち込むものとっていうのを区別して書いてるってことです。はい。まあ、そんだけです。はい。で、その後の米印、ね、は、今回は今までにね、話してきた内容をね、ちょっとまとめます。ね。まず一番最初ね、今回ね、こんな風にやってきた、このね、光合成っていうのはどういうね、反応かなって言ったら、まあ簡単に言ったらグルコースの合成ですよね。グルコースの合成。脳入ってましたっけ？脳入ってます。グルコースの合成。簡単に言うとグルコースの合成の反応ですよね。で、これをちょっと難しい言葉で言い換えます。ね。言い換えると、ね、1個前のページ戻ってみてください。1個前のページ戻ってみたら、ね。上の方にね、上の方の米印のところでね、二酸化炭素と水から炭水化物、ね、炭水化物ってグルコースですけど、今回ね、炭水化物を合成することを炭酸同化と言いますよって言ってますから、このグルコースの合成っていうのが炭酸同化とイコールなんですよ。炭酸同化。ね、炭酸同化っていうのはグルコースの合成なんですよ。まあ、正確に言うと違うんですけどね。高校の範囲内ではこれでいいですよ。ね。大学入ったら、ね、大学入ってね、そういう光合成とかね、もうちょっと詳しく知りたいなーとか思ったら、大学入ってから見て、その授業ね、出てみてください。ね。グルコースじゃないっていうのはわかりますか？ね。このクン酸回路によってね、クン酸回路でできてくるのは、まあ、これね、今、これぴょっとね、なんかグルコース出てくるような感じで書いてますけど、グルコースじゃないですね、本当は。ね。まあ、僕の一番最初の19ページのところのまとめのやつには、まあ、それに近いことを一応書いてありますけどね。はい。まあ、フルクトース二リン酸ができるのもちょっと違うんですけどね。はい。ということで、まあ、高校の間はこれでいいですよ。グルコースの合成イコール炭酸同化だけです。で、さらにこの炭酸同化、ね。何してんのかなーってことですね。何してんのかなーって考えてみてください。ね。炭酸、ね、炭酸同化、CO2 使うわけですけど、ちょっと CO2 のね、この酸化数に注目してみてください。酸化数。なんか使ってる色ありますかね。あ、全部使ってますね。もう赤でいいんですか。酸化数に注目してみましょう。ここ。ね。見てみましょう。ね。酸化数わからない人ね、ちょっと化学の授業見てみてくださいね。はい。O が2つありますよね。O はね、マイナス2でしか、2マイナスでしたから、2マイナスが2つですから、全部で4マイナスですね。後ろ半分4マイナス。分子全体としては電荷を0にしないといけないですから、こいつの電荷はプラス4ですね。プラス4。で、一方、こっち。こいつは、ここが12個マイナスがあって、ここに、H はね、プラスでしたから、ね、12個プラスあるんですね。12個マイナスと12個プラス。あ、ここでね、無分子内のね、電荷は0になってますね。ってことですから、もうこの C はね、電荷は0でいいんですね。はい、これ0。ってことで、0。4から、プラス4から0に変わってるんですよね。酸化数があって、プラス4から、プラス4って4プラスですね。酸化数の書き方は4プラスとかでしたね。はい、その辺はちゃんとしっかりしておきましょう。4プラス。ね、4プラス。これ酸化数ですけど、酸化数。酸化数。このね、右の方に酸化数が進んでいく、ね、酸化数が増えることを酸化っていうわけですからね。酸化数が減ることは酸化の反対ですから、酸化の反対は還元ですね。でもこっち向きは還元ですね。還元。還元ってことですから、何が起こってるんかなーって言ったら、二酸化炭素が還元されたんですね。ってことで、炭酸同化っていうのは何とイコールかなーっていうと、二酸化炭素の還元です。
二酸化炭素 CO2 ですね。 CO2 の還元とイコールなんですね。はい、と押さえてもらえば OK ですね。はい、まあ、これねちょっと頭の中に入れておくといいかなと思います。ね、なんかいきなりねなんか二酸化炭素の還元反応であるとかね、無限大分に変えたりやつあったんですよね、大学入試問題で。ね、おおおおおと思ってね、まあ、確かにそう、そらそうやけど、いきなりそれ開くかとか思ってね、ちょっと混乱したらまずいなと思ったので、今回はこういう話を入れておきました。はい。それではね、今回のこれだけですか。今回のこれだけは、今回のこれだけは、もうカルビン・ベンソン回路の名前ね、と、おっと、青。カルビン・ベンソン回路っていうね、名前。まあ、これはもう、覚えるの、当たり前、当たり前、もう当たり前。で、あと、このね、RBP カルボキシラーゼーってやつが、ルビスコだよーっていうのを覚えていきましょう。ね、こいつ、ルビスコ。ちょっと、皆さん、今先、僕書いてって言いませんでしたけど、その、RBP カルボキシラーゼが触媒って書いてるところの後ろにでも、ルビスコーってね、書いておいてください。ルビスコ。ね。はい。書いておくといいかなと思います。ね。この二つをしっかり押さえてもらえれば、今回の授業は OK かなと思います。ミニマムですよ。最低限ね。最低限。これを押さえてもらえれば OK かなと思います。はい。それではね、今回はこれで授業終わりで、次の動画へ行きましょう。